ジャバミさん、私とギャンブルしてください。まあ、早速のお誘いですか。え、ぜひ。ただしこれは選挙戦とは関係ない。賭けるのは票ではなく、私とあなたの命。おっしゃっているのですか、ジャバミさん。あなたとて望むところでしょ。命がけの身を焦がすようなギャンブルを。そうですね、大変ありがたいお申し出ですが、お断りします。なぜまさか怖気づいて。五十嵐さん、落ち着いてください。本当に刺激的なギャンブルをしたければ、それではダメ。命をかける、そんなのつまらない。もっともっと命より失いたくないものがあるでしょ。例えば記憶、地位、感情。桃神キラリさんとの関係を構築する一切のもの。負ければお二人は赤の他人になる。これでこそあなたは全てをかけたと言える。面白い。リラは私にやらせてちょうだい。ありがとうございます。では私は何をかけましょう。全てというなら、負ければ金輪際ギャンブルはしないということになりますか。当然、そうでなくては釣り合いが取れないわ。あなたもそれでいいわね、さやか。はい。やってみたいギャンブルがあるの。舞台はこの日のために建てられた。人生という旅の門出と終焉を象徴すると、名付けて扉の塔。